吉田さん、アリの兵隊ですか。確かにね、アフリカにはアリの大軍隊っていうのがいて、アリの大軍団が向こうから攻めてくると、その後にはね、ゾウも食い尽くされて骨だけになっちゃうみたいなことがありますね。でこれがですね、手塚治虫さんのジャングル大帝の中で紹介されてるんですよ。で私なりにすごく怖いなと思ったんですよね。で主人公のレオとライアーっていうね、こうコンビがアリの大群が来るのをどうやって避けるかというと、土の中に潜ってアリをやり過ごすみたいな、そんなシーンがありましたけども、まあ、そういうこともあるんですよね。やっぱりこう積み重ね、軍団ってのは怖いですね。ただやっぱりもう一つ言えるのが、ライオンも怖いんですよ。ライオンの軍団怖いですよね。アリの軍団と同じぐらい怖い、もっと怖いかもしれないですね。どっちが怖いのかちょっとよく分かんないですけども、でこっから学べることが私はね2つあるなと思うんですよ。1つは思い込みってこと、もう1つはなんだろうな、ちょっと忘れましたさっきまで覚えてたんですけどね。あのね、まあ思い込みっていうのはどういうことかっていうと、よくアリをこう3対7で働くアリとサボるアリがいるっていうじゃないですか。で3割が働いて7割がサボるから、そのサボるアリ7割をこっちに分けて、3割の働くアリをこっちに分けるとどうなるかっていうと、3割の働くアリの中に働く3割とサボる7割ができる。でサボった7割の方もやっぱりその中で3割が働いて7割がサボるようになるっていうふうに聞いたことがあるんですけども、ご存知ないですかね。でこういう例を用いて、だから人間社会もそうなるんだよっていうふうなおかしなね論法を論じる人がいるんですけども、これね思い込みの恐怖で、こういうふうに聞くと、あ確かに人間もそうなるんだなっていうふうに感じざるを得ないんですけども、待てよと、なんでねアリの行動パターンと人間の行動パターンが一緒だっていうふうに思っちゃうのかなっていうふうに、ちょっと、ね、自分の思い込みを疑っていかないといけないかなと思うんですよ。こういう論法でいかれるとね、本当にね、いやアリがこうだから人間もこうなんですよって言われたら、ネットワークビジネスとかの会場でね、あそうかもしんないとかってなっちゃうんですけども、待てよと、いやいやアリの生態と人間の生態違うでしょって。でもっと言ったら、人間には教育と思考がありますと。アリが何も考えてなくて、学校にも行ってなくて、勉強もしてないのに加えて、本能で生きてるから3割7割になるけども、でも人間はちゃんと考えて自分で責任を持って仲間を守ってってことを考えたら、3割7割になんないんじゃないのっていうふうに考えていくことが私は必要だと思うんですよね。これを思い込みに対する革命だと思っております。まあそういうことかなと思うんですけどもね。あとはね、そうアリですよね。アリさん、アリの兵隊、まあアリにはアリの戦い方があるのかなっていうところですよね。いやーだからね、なんかね、何言おうとしたことを思い出したような思い出したような感じになってきて気持ち悪いんですけども、アリの兵隊ですよねなんかね、沈黙のこの動画を作ってしまうのは非常に申し訳ないんですけども、思い出す時間ちょっとくださいアリの兵隊、ちょっと吉田さんの動画見たら思い出すかも。アニメで描かれてるんですけど、第3クルーンですね。第3クルーンで死んだ玉が蘇ってくるみたいな。だから何かっていうと、アリって1匹じゃめちゃ弱いんですよ。だって困るじゃないですか、ね、アリって本当に1匹だとクソ弱いじゃない。だけどこれが100万匹、1億匹。あ、思い出しました。アリは大群になって強者を凌駕していく。そうなんです、その通りなんですよ。でカイジのパチンコも同じように、もう弾をいっぱい詰めてね、で攻略していくってシーンがありましたよね。確かあそこはね、カイジがね、種も仕掛けもないことを最後にやっていくっていう面白さがありました。それまではね、ビルを傾けたりとか、そのチューインガムの素材でこのパカパカを作ったりとかね、いろいろ策を練るんですけども、最終的には数で押すみたいなねそんなところがありましたけども、私たちも力がない人間同士ね、本当に協力していけば強いものにも立ち向かっていけるんですけども、残念ながら私たちはアリよりも立ちが悪いんですよ。なぜなら協力しないんですよね。協力し合うばかりか、人をバカにしちゃうわけですよ。一般庶民、一般人、我々国民、本当にね、権力者じゃない我々は、お互いをバカにし合って協力することはないんですよね。だからいつまでたっても支配者の思うがままになってしまうんですよ。で、アリが3対7に分かれるとしたら、人間もおそらく3対7みたいな分かれ方があるんでしょう。それはなぜかっていうと、権力者やお金持ちみたいに協力し合う人と、一般平民みたいな大多数の協力し合わない人、けなし合う人、もうネットに書き込みする人ね、バカ野郎とか書いちゃって誹謗中傷する人、こういった形です。権力者は誹謗中傷しません。権力者同士協力し合って頑張っていきましょうになります。でも一般平民は頑張っていくぞって言ったらね、すぐにね、あなんか熱くなってんじゃねえよみたいなバカにしたりとかね、
なんか人のために何かねやりだしたらなんか綺麗事ばっかり言ってんじゃないみたいな感じで、結局一般庶民はバカにし合って足引っ張り合うんで、協力するアリよりも立ちが悪いです。協力しないアリなんですよね。ということでございます。いってらっしゃい。